今日は早いです。そう、今日は東京公演の最終稽古日だったんです。早く終わりました。4日間集中稽古乗り越えた。乗り越えたぞー。わー乗り越えたぞー。超えたぞ。こんばんは、お疲れありがとう。ずいぶん巻いた。そうそう、巻いた。完成度はね、私割と高いと思います。もう演出もみんな出演してる人たちでほとんど決めて、私はいい作品だと思います。それは楽しみ。もう演出とか本当みんなが話し合って何回も何回も練習してて、本当にそれはすごいなと思ったし、あのメンバーだからこそできる舞台なんだろうなってすごい思ってて、なんか配信もあるんで、現地に来れないよって人は配信でもよかったら見てください。うん、配信ある。毎日配信されるらしいよ。に行かないといけんのに人間腹立つ。あ、そう、配信があるんですよ。配信が、だからそう、見に行けないって方は配信の方で見てくれると嬉しいです。どこ見る？あ、ちょっとさ、検索探しといて後でツイートするわ、本番までに。ね、海外の方見れたら、見れる配信サイトだったらいいけどね。私が演技してるの見るの初めてなのかな、そういう場合は。ちゃんと良かった、嬉しい。めっちゃアップとかになるらしいよ。怖いんだけど顔面の調子が。カッパしか見てないか。じゃあ今の演技見てください。成長してるかどうか確認しに来てください。ちっちゃな頃から丸が来て、中古で不良と呼ばれたよ。明日から大阪組、そう、今日は早く終わってみんなご飯行こうってなってたけど、一人で帰ってきました誘われなかったやっほー。
なご飯行こうぜって感じだったけど、いやなんかね、私最近本当にね、いやこれ私が悪いんですよ。私本当いても楽しくない人なんですよ最近。前からかもしれないんだけど、本当に絶対私話下手になっててめっちゃ。もう最近多分女の子と一緒にいる時間がほとんどないから、そのなんか女の子との話し方、盛り上げ方みたいなのがもう1ミリも分かんなくなってて、本当にだから絶対私ね、おもんない人なんですよ今めっちゃ。だから稽古後ご飯行こうみたいなノリの中に入れない、あの誘われないんですよね。行きたかったんだよめっちゃ一緒に、行きたかったけど、あ待って宅配来ちゃった、ちょっと待っててください。ありがとうございます。って言わないの？逆に。すごい、なんかこう綺麗にしたんですよ完全に。今日ストリートコーデなんです。あいりちゃん OI っていうブランドで、これもなんかストリートのネックレスで、今日ハーフパンツで、で取り扱い注意。今日はストリートアリちゃんなんです。ラッパー、ラッパー。見て、なんてこの間キャンドル乗せたじゃん。あ寒くない？キャンドル買ったじゃん。これどうやって開けるんだろう。あれ一瞬で消えたのね。だからこれからちょっと自分で作ってやろうって。だからね、これ天使の形のね、使ったの。これにろうそくを、ろうそくのろうを入れたらできるらしいんだけど、本当かな？これどっちが頭？え？本当にできるのこれ？どっちが頭これ？だって頭の方にさ、あのろうそくの紐みたいなのがさ。どうやって出すんだろうこれ。こうやって出すのかな。どうやってさ、ろうそくの紐を入れるんだろう。
型壊すパターン、その1回しか作れないじゃん。まさかの1回限りのやつなの。え、これどうやってやるの。カパッとかなるのかな。ちょっと調べてみる。え、これ1回限りなのかな。どうなんだろう。そもそも工場がこれどこの場所だ、この下側が。でも下側がなんか足な気がするんだけど。やっぱそうだよね、これ羽だよね、これ。え、頭上じゃね？そのどうやってろうそくのあれをあれすんのよ。わかる、あの型の素材柔らかい。説明書ついてないよ、メルカリだもん。モールドです。柔らかい、めっちゃ。でもこれ絶対足だよ。あ、これ足だ、足だよこれ。じゃああれ、あ、頭に紐つけれないじゃん。頭に紐つけられなくない？下側が足だったら。そこに紐の穴ないない。開ければいいのかな、自分で。開けたらバレちゃう。これとか。何にも分からんやつ買ってる。そうそう、やべやべ。切り込みを入れるらしい。
カッターで切ってるよ、なんかめっちゃ。めっちゃ切ってる。切ってる切ってる。輪ゴムで止めるらしいよ。でも紐は入れれないでしょ、そこ切ったとしても。そこまで切らないっぽい。なんかここら辺までしか切らないっぽい。温度とか測りながらやってるよ。うすごい。40分時間置かなきゃいけない。うすごい、へこんだりするんだ。めっちゃ大変なんだね、作るの。もうね、まだ出てこない。あ、あとで芯糸を通すので竹串の尖ってない方を中心に刺すらしい。刺すんだ。結構何回も継ぎ足ししたりしなきゃいけないっぽい。大変なんだね、意外と。めっちゃ大変そう。こんな手間暇かかるんだ。めっちゃ手間暇かかるな。めっちゃ手間暇かかるんだね。心折れてる、ちょっと。意外と大変そう。マジか。めんどくさくないよ。あ、キャンドルの作り方見てた。結構大変そうだね。
構思ったより大変そうだった。キャンドルが結構高いのも納得できる。東京はね、もうそこまで寒くないよ。めっちゃ寒って感じではない。耐えれないみたいな寒さではない。そう、キャンドルの作る方なんですよ、ね、ちょうどいいよね。ほんとずっとこのままであってほしいもん。雨降ってない。昨日ちょっくら降ったくらい。クリスマスキャンドル。朝は寒かった今日。今日朝寒かったね、めっちゃ。苦しかったもん。布団から出られないマジ。夜はあんま寒くなかった。スウェット1枚でいけた。みんな予定ある？私は撮影かもしれない。予定あるって。木のじいさんがどうする？みんな話しかいかい。新大久保お楽しみクラブ開ける。名前つけてる。どうすると。は確かに間違いがない。最近間違いがないってずっと言っちゃうんだけど。最近ずっと間違いがないって言っちゃう。初めまして。でもいいじゃん、お話し会。どうせ彼女できてもお話し会優先するんでしょ。そうでしょ。間違いがないって言っちゃう、ずっと。とりあえず話すとき間違いがないってずっと言ってる。いつか僕が有名になってしまう。なんかに取られて払われてどういう関係なんて聞かれてもすぐに答える。資源のジェンデルモンとクモンスのターボロボロの姉さんの誘いに乗らないし。
チーノ5回飲んだよ。すごい。今日ポッキーの日か。え、そうだよね。今日ポッキーの日だよね。イエーイ。うん。いい歌だよね。あ、シャッターが見えるかな。なんかみんなに報告したいことがあるんだけどさ。リセアイリ、泣けるようになりました。ずっと泣けなかったんだけど。パパ見てるわ配信。かわいい、ももちゃん。めっちゃ昔の動画送ってくれた。懐かしい。これ覚えてるよ、この日めっちゃ。え、ちょ、見せていいかな。バカかわいくない？バカかわいくない？やばくない？最後にブッサイクな横顔が映るんだけど、私のこれ誰かと思ったら私だったんだけど、ブッサイクな顔してるんだけど。すんごいブスなのが分かるんだけど。すんごいブスなんだけど。でももちゃんのさ、2回目映るとこがかわいい。綺麗だね。もーちゃん映るもん。それ見て、めっちゃ決めポーズするもーちゃん。そして超見てる私。めっちゃ真剣に見てんじゃん。めっちゃ真剣に見てんじゃん。真剣に見すぎじゃない？下からアングルでもこんなに可愛いのおかしいだろう。私もーちゃんめっちゃ決めポーズして写真撮ってるのにさ、私完全に心持ってかれてるよね。これどっか旅行した時のやつだと思う。完全にさ、心持ってかれてるわ。おもろすぎるんだけど。
けるわ。今日ももちゃんから年末会いたいって LINE 来てた。やばくね、萌えじゃね、萌えじゃね、萌えじゃね。やばくね。やばいよね。かわいくね、マジで。窓からこの、あれ、窓から見えるこの景色。誕生日何あげようかな、マジで。この間服あげたから、まあ、服が一番喜ぶだろうけどね。何あげよう、ほんと。かやちゃんの演技は涙流す予定です。そう、流せなかったの。そう、マジでおかよちゃん流す、泣けなくて私。家ってそんな資産ないわ。そう、おかよちゃん泣けなかったんですよ。私稽古中に 2,3 回くらいしか泣けなくて、でも私ダメかも。なんか今回も泣くところがあるんだけど、袖では泣けるの。その私は袖からその入るやり方でやってんのね、演技を。最近ね、やめてからの演技は袖からもうなんか役に入ってる感じにしてるんだけど、袖ではめっちゃ泣いてんの。なのにセリフ喋っちゃうと泣けなくなるの。やばくない？致命的じゃない？俳優向いてなくない？最近もう暇さえあれば泣く練習してる。ダメだ。あ、来た来た。でも役に入り込んで泣くのが普通だと思う、本当は。けどなんかまあちょっとずつ変わってるか。前は一切泣けなかったからだけどね。私まだ役に入り込んで泣けねえんだよな。いや、泣かなきゃいけないんだよな。ダメだ、まだまだこれからね、積まないとね、経験。まだまだですね、本当。うん、経験不足だと思う、普通にシンプルに。うん、経験不足だろうなと思ってる。今日ずっと話したかったさ、女
女の人女性の方と話したの。そしたらさ、私の鼻なんか入れてると思ったらしいよびっくりした。それ言われて、私鼻が一番コンプレックスだからさ、なんか鼻このクイってなってるのがなんか整形で入れてるって思ってたらしくて、リッセン愛理鼻って調べたんだってで私は逆に鼻が嫌いだから、整形してるぐらいの鼻って思われたことがめっちゃ嬉しくて、そうめっちゃ嬉しくて、逆にめっちゃ嬉しくて、えマジと思って、逆にめっちゃ嬉しかったの、整形してる鼻に思われたことが。そうでもね、ちょいちょいいるのよ、鼻めっちゃ好きっていう人が。なんなんだろう。そうマネージャーさんからは平たいって言われたけど、そう鼻好きって言ってくれる人もいるし、不思議だよね。鼻めっちゃ好きって言ってくれる人ね、ちょいちょい現れるんだよね。あと唇、鼻と口言われる。びっくりした、マジ整形してる鼻って絶対なくない？絶対何入ってなくない？ここかな、めっちゃ嬉しかった。だからえマジだって、整形してる鼻に思われたんだと、嬉しいだって嬉しい、めっちゃ喜んでた今日。鼻好き？マジ？ありがとう、嬉しい。マジ嬉しかった。シロちゃんかわいいな、かわいいな、このエビフライかわいい？みしろちゃんかわいすぎるね。プリクラ？そう、かわいすぎるんだけど。アップ乗せようかな。今日笑顔の日なの？
ミル落ちちゃったんだよね結構。まあ、でまた入れる。緑っぽくなっちゃった。ちょっと無くすいな。大阪の準備をね全くしてないのでね、そろそろしようかな。リック剤になっちゃった。そろそろ大阪の準備をしたいと思います。そう明日早い結構。そう意外と疲れてない。なんか一周回って疲れてないですよ。元気いっぱい。元気いっぱい。アンパンマン鍋ちゃん起きてた。アンパンマン。あ、明日新幹線のお弁当何食べよう。え、東京駅のさ、東京駅のさ、お弁当いっぱい美味しいのある？おすすめ何？でも牛タンがあったら絶対牛タンにしちゃう。え、それは構内にあるの？改札内？改札の外？絶対牛タンにするよね。ないか。オッケー。すごいいっぱいある。あ、そうなんだ。の何回か乗ったことあるけどあんま印象にないな。人気ランキング調べてよ。し、東京駅弁って言うんだよねそれ。東京駅、東京駅弁当ランキング。1位寿司うまい弁当だって。え、美味しそうなんだけど。これ1位だって。これ2位は、2位がなぜか、4位が牛タン弁当だよ。牛タン弁当ミックス4位。これだわ。 B1 絶対これ。スクショしとこう。うわ、牛タン弁当7位もあるな。あ、利休は、利休はねあるからね。2つ買おうかな。うわ、うまそう。あ、うまそう。うわ、うまそう。
つ行こう、2つ食べちゃおう。最近食欲やばいのマジで。じゃあちょっと明日もそろそろ、明日もちょっと早いので大阪の準備します。明日は大阪から配信します。ありがとう。今日も13位、5つさんありがとう。12位ギガルさんありがとう。11位まぼろしさんありがとう。10位ほうこさんありがとう。9位ガーパーとぐんまにゃさんありがとう。8位タロイモさんありがとう。7位韓国ペンギンさんありがとう。6位ひでくんありがとう。5位 YSA73 ともうちゃんのお姉ちゃんも同じくらいかありがとう。4位ファイナルアット F さんありがとう。3位ベストさんありがとう。2位キノジーさんありがとう。1位林尾チョコチチョコさんありがとうございます。それではまた明日。オッケー、食レポします。おやすみ。おやすみ。